チャタムスクエアはニューヨークシマンハッタンクチャイナタウンにある主要な交差点である。このスクエアは7つの道路、バワリー、イーストブロードウェイ、セントジェームスプレイス、モットストリート、オリバーストリート、ワースストリート、そしてパークローの合流地点に位置する。郵便 ZIP コードは1038である。 1905年のチャタムスクエアチャタムスクエアの名前はアメリカ合衆国の独立前のイギリス首相であった初代チャタム伯爵ウィリアム・ピットから付けられたロワー・イースト・サイドのピット・ストリートも彼の名前から取られておりパークローもかつての名前はチャタム・ストリートであった1820年頃までこのスクエアは主に馬などの家畜や物品を取引するための大きな 青空市場として使われていた。19世紀半ばには、入れ墨店、安宿そして酒場が集まる場所となり、かつてのファイブポインツネイバーフットのいかがわしいたまり場となっていた。20世紀、世界恐慌及び禁酒令が過ぎ去った後、この地域は一新された。1962年、アメリカ軍で任務を務めた中国系アメリカ人の栄誉を称えるため、禁羅、 メモリアルアーチが、米国在京軍人会 LT-BR キンラウポスト1291によって建てられた。このアーチの名前は、第380爆撃隊の基調で、第二次世界大戦中の1944年5月5日に、ロスネグロス登場空で、任務中に撃墜された26歳のセカンド LT-EN ベンジャミン・ラルフ・キンラウから付けられている。 この記念碑は有名な中国人書道家で詩人の海ギトによる文字が刻まれている。また、このスクエアには林即女の彫像がある。二番外高架線及び三番外高架線のチャタムスクエア駅はそれぞれ1942年と1955年に閉鎖されるまでこのスクエアの主要な駅であった。2014年現在建設中の二番外線はこの スクエアの新しい駅を設置することになっている。この新駅はチャタムスクエア駅として工事第4期に建設される計画である。注釈、ありがとうございます。